ピンタ号の復元船ピンタ号は、クリストファー・コロンブスが新大陸に向けての最初の、航海の時に率いた3隻の船団の一隻である。黄斑を半層に持つキャラベル船で、排水量はおよそ80トン程度であったと考えられている。名はスペイン語で、北ロを意味する。3本マストで船首のバウスプリットにスプリットセールを持っていた説もある。 武装は自衛用の旋回砲数門程度だと思われるが明らかにはされていない。コロンブスの航海に参加した他の2隻は、ナオ船のサンタマリア号とピンタ号と同じキャラベル船だが、やや小さかったラティーナ型のニーニャ号であり、ピンタ号はニーニャ号と共にスペインへの帰還を果たした。コロンブスはカスティーリアのイサベル女王から資金提供を得たが、 それだけでは航海の資金を賄うのに全く十分でなかったため、三隻の船、船員と追加の資金を調達するまでの過程においても苦労があった。ピンタ号は、クリストバール・キンテーロという人物の船で、船長は、この航海におけるコロンブスへの主要な協力者である、ピンソン三兄弟の長兄である、マルティン・アロンソ・ピンソンが務め、時系のフランシスコ・マルティン・ピンソンが航海士を務めた。 1492年8月3日に、南スペインのパロス港を出港し、9月6日には、カナリア諸島に寄港し、大西洋の横断を開始した。同年の10月12日の夜明けに、アトニバハマと呼ばれることとなる域内にて、この船の船員によって、それまでのヨーロッパ人にとっては未知の島が発見され、この島はコロンブスによって、サンサルバドル島と名付けられた。その後、 船長であるマルティン・アロンソ・ソピンソンの独断により、一時的に他の2隻と離れて別行動を取るが、明けて1493年の1月にはコロンブスと合流し、間もなくニーニャ号と共にスペインへの帰途につき、3月15日にパロス港に帰着した。ニーニャ号と違い、その後の消息は不明である。 オーロでの火事が外れる事件や無断で船団から離れたことなどにより、コロンブスはピンタ号の乗組員に不信感を持っていたとされる。1992年のクリストファー・コロンブスによるアメリカ大陸到達500周年に合わせて、コロンブスの船団を成した船として、サンタマリア号、ニーニャ号とともにピンタ号も復元された。この復元計画は1986年に、 開始され、復元された船体は1992年に、スペインで開催されたセビリア万博において展示された。また1892年のアメリカ大陸到達400周年に、合わせても、サンタマリア号、ニーニャ号とともに、ピンタ号も復元されて、アメリカ合衆国のシカゴで開催されたシカゴ、万ク博覧会において展示されている。ありがとうございます。